川口義和、ディフェンダーは中澤佑二、そしてコンビを組むのが阿部勇樹。右サイドに19歳と316日でのワールドカップ予選への出場ということになりました。内田篤人、背番号は8番。そして逆サイドの左サイドバックに駒野雄一です。ワンボランチ、鈴木啓太がディフェンスの前に1人、その横に中村健吾と遠藤康人、前に山瀬浩二を置いています。フォワードを今日コンビを組むのは高原とそして大久保という2トップです。サブのメンバーです。今日は18人がワールドカップの予選に出場することができます。そのベンチ入りの中の11人を除いたこの7人は、楢崎、梶、水本、今野、羽生、バンド、牧といった選手がサブに入っています。先に立ってましたよね。中村健吾スルーパス、高原切り替えて左足中に入れる。まだ宙に浮いているペナルティーエリアなんかクリアできるか。対ミドルボレーシュート、中村健吾予選に進んでいます。ゴールキーパーは講師、右サイドバックに4番のアピチェート、センターバックにパティパーンとナッタポン、左サイドバックにナタポーンです。そしてミルットがボランチの位置、ナロンチャイ、スチャオ、スティという中盤、前にいるのがサラーユットとティーラテップです。タイのサブのメンバーはご覧の通りです。パスがなんてことないのにラインを割ってしまったり、そうですね、そういったところですよね、微妙な部分ですよね。プラスもっと前でもらえばいいのに意外に出ていなかったり。大久保から高原、高原止めて左足のゴールシュート、グラウンダーでポーク、ポストの右下を狙っていきました。中澤も高い位置でボールを奪う。3人で囲む、いいこぼれたボール、大久保止める、フリーキックは正面。遠藤来た、よっしゃ、先制点日本、遠藤フリーキック、ワールドカップに向けての幸先いいスタート。最高のゴールしたね。ゴールキーパー動けず、遠藤康人のゴール。いやーキーパーすごいね、自分の左サイドの壁を立ててるんで、開けてるわけですよ。だからどうしても壁を信用しててもそこを狙われたらどうしようという気持ちがあるんでね、ついつい体重がかかった、その逆ですからね、このシュート。そうですね、しかし見事ですね。まあ、あともう一つタイの選手が全員下がってたんですけれども、それだけ壁の枚数が多かったんですよね。日本の先制点が生まれました。はい、シュート、いいシュートだ、川口届かず、ティーラテープの見事なミドルシュート。相馬さん、隙があったとは思えないんですが、決めたタイのこの力。いやちょっとね、シュートがね、揺れてましたよね。揺れてましたね、今からね、コース的には真ん中飛んできてるからね、今斜めに。早い、そうですね、8番が横切ってるんですけれども、スチャオですね、 それに少し、ね、ラインが引っ張られたんですよね。その空いたスペースを短い時間で打った。落ちてますからね、ボールがね。羽根さん、受け取ってからすぐ打ちましたね。早かったしね、ボールの最初の軌道は吉和から見て左なんで、どうしてもそっち大事に取られますよね。その分変化して戻ってきましたから。チャンヒットパラシービン監督もこのような表情。日本同点を取った直後の失点はちょっと予想してませんでしたね。まあでも見事なシュートでしたからね。そうです、こぼれたボールまだある。クリアしようというタイに対して日本ボールを捕まえた。遠藤、周りを見ながら右サイドバックの内田にボールが来ました。内田仕掛けるもあり、自分が縦に走るのもありですが、遠藤に預ける。遠藤から壁パスをもらった。中村健吾から遠藤、もう一度中村健吾、中村健吾崩して右足、そしてキーパー更新、キャッチ、ファーサイド真ん中こぼれている。もう一度遠藤の元へ、ファーサイド、ここをクリアするタイ。ボールをキープしたら中村健吾のミドルシュート、考える時にはいいんです。いい方向につながればあっという間に点も取れると思うんですけどね。その内田、高原へ、高原どうする、見ながら中へ、駒野、駒野も受け取って山瀬へ出す。
近づいてきたのは熊野、一人で抜く、山瀬抜く、ライン越えていない、山瀬行く、中村健吾へのパス、クリアしたボールが中央に出た、ゴールを決めた、タイがクリアしようとしたボールが中に入りました、そこに待っていた大久保、日本勝ち越し。山瀬のね、仕掛けから始まりましたけど、ただ最後のところの大久保の落ち着きと上空判断は見事でしたね。いやここでね、いい形で仕掛けて、まあ取られましたけどね、失ったんですけどね、すぐ守備に入ったことで、いやこれはね、本当オマーン戦でもありましたけどね、中村俊輔が守備に入って、守備にいたたまたま足が体に当たってこぼれたところを久保が決めたんですよね、まあ、今日は大久保ですけどね。ここであの柔らかいアウトサイドでしっかり決めたこと、あとはここ取った後またちょっと集中してもらいたいですね、はい、今もセットプレーがありましたが取った後逆に日本、ここはゆっくりと大久保溜めて、また大久保です、少し重苦しくなりかけてきたこの空気を振り払うような大久保のシュート、さらに面倒を回したミドルシュート打てる、裏打った、いいシュートでしたがキーパーは更新、サイド、さらにこぼれている、もう一つ高原がシュートまで行きましたが、そのボールを対クリア、中澤のカット、中澤高石で奪った、中澤奪って中澤倒されてフリーキックです、イエローカードが出る、連続ですね、はい、タイの方のイエロー、イエローカード、これでもう4人ですからね、これ 4枚目ですよね、はい、スティーにイエローカード、2枚目のイエローカード、対1人少なくなります、10番のナロンチャイ、ナロンチャイ今日2枚目のイエローカード、まあ、タイと早い動き出し、これで崩してもらいたいですね、こちらサイドの中村健がボールのところに行きました、フリーキック、後ろ目だった気もするんですけど ね体よくこう粘らせて釣り抜いたような、ね、結果は大事なんですが、その今日の試合だけで終わるわけではないですからね、そうですね、駒野、うん、入る、止める、倒れた、流した、内田ですか、よく入ってきましたね、中に入っていたのは内田、貪欲だね、点取りに来てますからね、あそこのポジションを崩してきているっていうのは、はい、人数少ないといってもセットプレーは怖い、近くこぼれている、圧倒しています、ここも蹴るのは中村健吾、あサイドキックだ、完全にプレーになっていた牧誠一郎、右脇腹打撲の中痛みを抱えている牧、渾身のヘディング、引き出しは頭と語る牧らしい飛び込んでのゴール、完全に金さんフリーでしたですね、ちょっとタイのディフェンスの方の集中力も欠いたっていう部分あると思いますけど、大外でね、ポジションを取った牧に対しては本当突ききれなかったですよね、あれだけフリーだったら完璧に決めてきますよ、牧が、そして後半途中投入、相馬さん、ゴールを決めた牧、いやーね、本当入ります、日本ワールドカップ予選の一番最初の試合、対戦に4対1、前半こそ同点でしたが後半に3得点を重ねて、日本スタートを勝利で飾りました。